始まりました。リバフットチャンネルのお時間です。お相手は普段、水戸の FM ラジオ FM パレル 76.2 メガヘルツで、パーソナリティをしているマーサー川又こと川又雅俊と、どうぞ。アシスタントの Y です。はい、マーサーね、Y さんで、はい、今回もお届けしたいと思うんですけれども、まずね、やっぱりこのリバーフットチャンネルは、はい、こう筋、はい、やっぱりね、うん、僕らこう生きるにあたって、はい、こう筋道ってすごく重要だと思うんですよ。なるほど、そうですね。そもそもなんで僕らが普通に生活していられるのかってなってくると、Y さんどう思います？なんで？どういうことですか？なんで僕らはこう普段の生活、生きてられるんだろうっていう、すごいこう初歩的な、基本的なところなんですけど、なんで生きてられるんだろう。まあ、最低限の衣食住ですかね。衣食住ね、はい、で衣食住も当然人間として、はい、生きるためには必要なんですけど、その根底にあるのって自然じゃないですか。自然界。そうですね、自然から生まれましたからね。そうですよね、はい、だからよくね、自然を大事にしようとかって、言葉がすごいこう踊ってると思うんですけど、じゃあ学校の先生とかも含めて自然って何ですかってクエスチョンすると、なかなかね答えられない方がたくさんいます。自然とは何ですかって難しい質問です。そうでしょ、うん、で実は私ビオトープ管理士という、資格を持ってまして、持続可能な自然環境を、再生していく、保全していくということなんですけど、そのビオトープというところに、我々が自然とはっていうところの答えがそこにあるんです。ビオトープって聞いた時あります？言葉は耳にしたことありますけど、うん、説明しろと言われると、そうですよね、うん、今ね、世界基準の言葉ビオトープなんです。ドイツ語 の造語なんですけど、ビオってこう生き物たちとかで、トープ、トップって場所をガチャンコさせてビオトープっていう生き物たちの生きるこう場所を総称して言ってるんですけど、うん、そのビオトープそのものっていうのは、その地域に住んでいる野生の生き物が、当然ながら人の手を介在しなくても持続可能に、種の保存、生きていられる状態っていうのが一つありまして、で具体的にはね、今言ったようにこうビオトープ、地域の野生の生き物たちビオが暮らすっていうことと、あと場所、トップっていうことね。で残されたビオトープを守り、同時に失われてしまったビオトープを再生する。これは身近なちょっとした庭や屋上、壁面、あるいは学校や企業の敷地、公園、道路、草地、川、海岸、田んぼや畑、里山などにもできることですから、我々はビオトープの再生っていうのはもうやるやらないじゃなくて、もうやる、やらなきゃいけないようなもう時代背景になっているっていうふうに僕たち自身が理解しなくちゃいけない、うん、で特にね、その中にたった一つだけルールがあって、よその土地ではなくて、あくまでもその地域にもともとあった自然というのがお手本であり見本であり再生するべきフィールドなんですね。なるほど。では外から連れてきてはいけないということですか？そう、要するに絶滅してしまったものを、うん、その土地で例えば再生しましょう、あるいはその絶滅が近い状態の生き物を再生しようといった時には当然、よそからっていうものもあるんですけれども、うん、よくねこう外来種って言いますけど、はい、実はねその固有種、その地域に住んでる生き物っていうのは今ちょっと昔からさ、
源氏ボタルを再生しようとかさ、いろんなこう自治体とかで頑張ってらっしゃる方いると思うんですけど、源氏ボタル一つとっても例えば関東、まあ、我々が住んでるところにじゃあ関西の源氏ボタルを持ってきてもいいのクエスチョンっていうことなんですよね。虫も違うんですか？そうなんです、日本の国内でも例えば発光スピードの秒数が違ったりしてくるので。面白いですね。そう、厳密なことを言うと、うん、そもそもその地域に住んでいた野生の生き物をどういうふうに、まあ、再生していくかと。でこれ再生していくかっていうとね、で私その例えば今ホタルの話をしましたけど、はい、じゃあホタルが減ってきたからホタルを近くのところから持ってこようなんていうのは、もうそれは実のこと言うとね、言語道断なんですよ。その場所で再生させないといけない。そう、やっぱりね、持続可能っていうのが一番重要なポイントで、何をもって持続可能っていうかっていうと、例えばホタルならホタルがね、そこで餌がなければ持続しないじゃないですか。なるほど。なので暮らしていけないわけですね。そう、ですからじゃあそもそもそこで源氏ボタルなら源氏ボタルがそこでこう生育するにあたって必要な餌、ね、カワニナとかモノアラガイとか、そのホタルの幼虫が餌とするような生き物がそこに本当にたくさんいないと、ホタルをそこにね持ってきたからって言って、その時そのワンシーズンはホタルここピカピカ光りましたよとか、そうピカピカ光りましたよって言っても、そのホタルが来年もまたその再来年2年後5年後もやっぱり持続可能性がないところにね持ってきたんでは、持ってこられた方の場所のホタルも減っちゃうわけですから、だからやっぱり本当にそのやらなきゃいけないことは、それはあくまでもそのシンボル種としてなホタルなホタルでもいいんですけれども、すごいなんかピカピカしてきたね。ホタルじゃないですよ。え、違う。ホタルじゃないですねこれは。なんか今ちょうどホタルのピカピカの話をしてたらね。外が光ってます。ホタルの光かな。あ、ホタルの光。あ、エンディングっていう音？じゃあそろそろ。あれの時間でしょうか。そう、じゃあまあなんか喋ってる途中なんですけども、また次回でね、このビオトープの話はもう本当にね、伝えたいことがたくさんありますので、ぜひね、いろんな文献とか書物とかあと事例を持ちながら皆さんに伝えていければと思います。それではまたね。お相手はマーサー川又と Y でした。チャンネル登録高評価よろしくね。